まず本日登壇いただきます松並俊哉さんについて私から簡単にご紹介をさせていただきます。早稲田大学をご卒業後、大手生命保険会社でフランス駐在外債運用担当を経まして、現在は大手運用会社でチーフエコノミスト、マーケットストラテジストとして資産運用業務に従事をされています。学生時代はアメリカンフットボール学生オールジャパンに選出されたディフェンスバックとして活躍され、現在は総合格闘技歴20年の業界唯一の武闘派アナリストとしても親しまれております。テレビ東京モーニングサテライト、日経新聞ほか多数のメディア出演、そして講演会講師としてもご活躍中です。またファーストパートナーズさんの YouTube チャンネル内で松並俊哉のプロフェッショナルインサイトを好評配信中です。ぜひご興味のある方はチェックをしてみてください。またチャンネル登録よろしくお願いいたします。次は日本の金融政策の見立てですね。ここ注目集まってますが、グラフは市場が織り込むというか、市場が考える、1年先と4ヶ月先の、政策金利、日本の政策金利の着地点を反映する OIS 先物金利という、そういう市場があるんですが、それを表示しています。赤い折れ線の4ヶ月先物 OIS を見ると、4ヶ月先ですから来年初頭になるわけで、その時には、0.0047% に上昇しているはずだというふうに市場が織り込んでます。これは来年初頭のマイナス金利の解除を織り込んでいるっていう話ですね。でじゃあお前はどうなんだっていうふうに言われると、僕はここまで前のめりには見てません。むしろコンセンサスよりも慎重に見ています。この理由はこの後に詳しく述べるんですが、一言で言うと、上田日銀総裁が言う物価押し上げの第二の力がマイナス金利を解除してプラス政策金利とする必要十分条件を満たせないリスクがあるからです。次のページです。はい、上田総裁は物価を第一の力と第二の力に分けて、説明してました。で第一の力というのは何かというと、輸入物価による価格転嫁など、いわゆる外生的なインフレですね、外生的な物価上昇。で第二の力というのは賃金とか物価の好循環による内政的なインフレです。第一の力を示すこのグラフを見る限り、来年のコア消費者物価指数、これ生鮮食品除いた物価指数ですね、これは低下することが示唆されています。第一の力が金融政策正常化を後押しするようには僕には見えないということです。とはいえデフレ時代の象徴でありますマイナス金利やYCC は、インフレ時代にシフトした現在では、これティラノサウルスと同じぐらい過去の遺物です。グラフで示したようにコア消費者物価が低下する前に撤廃しないと、これ時期を逸することになると思います。このため妥当な線で来年4月遅くても夏場前に、マイナス金利を撤廃する必要があるだろうと、私声高に主張しても、日銀はやるときはやるんでしょうから、何とも言えないんですが、私はもうできたら、要はこの第一の力が低下し始める前に、マイナス金利をやりたいんだったら撤廃しないと時期を逃すよっていうことを言いたいと。要はこれよりも後ずれするとアメリカの利下げと重なってしまう可能性があるんですね。そうなると何が起きるかというと、アメリカは利下げをする、日本は利上げをするというと、これ明らかに円高になります。日本ってね、円高も嫌なんですよ。なんでかというと円安で今株高が進んでいるわけですから、ひとたび円高になったらこれ輸出企業の株を落ちますね。
だここは岸田さんも当然知ってるでしょうから、知ってるのか知らないのか分かんないですけど、避けてくるだろうと思います。ということはタイミングを間違うとえらいことになるということですね。そしたら必ず選挙で負けます、ね、今でも負けそうですけど、それをその間違いを繰り返した犯さないためには、早めにマイナス金利を解除してしまうことが重要なのかなと私は思います、はい、次のページです、はい、今第一の力を説明しましたが、次第二の力ですね。つまり賃金物価の好循環による内政的な物価上昇インフレは、上昇して政策金利のプラス化を促すか促さないのか、この検証を行いたいと思います。第二の力が強まらない限り、マイナス金利の解除やましてや政策金利のプラス化に至る公算は低いと見ていいと思います。このグラフを見る限り、第二の力は僕には強まっているとは見えないんですね。つまりマイナス金利の解除はさっき言ったように時期間違うとやることになるので、まあ、あったとしても政策金利を間違ってプラス化に来年中に踏み込めるというような公算は低いだろうという見立てです。で、第二の力は赤い折れ線で示した春闘の賃上げまでは、波及しているように見えるんですが、その対象は高らか287万人でしかないんですね。つまり一方でこの青い方の線、対象3600万人の正規雇用者の所定内給与、つまり経済全体での賃金の伸び率を表しますけど、この伸び率っていうのは、春闘の賃上げ分の半分にしか過ぎないんですね。つまり春闘の高い賃上げ率が経済全体の賃上げに十分波及してないっていう試算になります。実際にこの 1.7% っていう賃金上昇率は 2.9% のコアの物価上昇率にも追いついていない一方で、 2% のインフレ目標達成に必要なコア消費者物価を 3% って言われてますが、それにも程遠いということで、2024年の賃上げについては、まあ、企業収益が堅調なので、まあ、本年度を上回る可能性が高いだろうという見方もあるんですが、日本の場合ですね、商慣行といいますか、企業収益と賃上げが必ずしも密接に関係しているとは言えないんですね。企業が増益を一時的に判断すると、賃上げよりもこれ従業員には賞与ボーナスで反映するんですよね。ということで、まあ、労働者に還元するのは賃上げなのではなくて一時金としてボーナスで還元する傾向が日本企業は強いです。労働者の年収という観点からは、まあ、賃上げでも賞与でも、まあ、同じっちゃ同じなんですが、日本では賞与の増加というのは一時的とみなされて、これ傾向としては貯蓄に回されがちなんです。イコール消費増加に結びつかない。これでは物価と賃金の好循環には寄与しないというロジックになります。まあ、以上を踏まえて市場が織り込む来年中の政策金利プラス化のハードルっていうのは、僕はまだ高いんじゃないかなっていうふうな慎重に見ているサイドの一員です。次のページですが、日本の10年金利の目先の上昇目処を探るグラフになります。示唆としては最大 1% 台前半程度までの金利上昇余地は、まあ、あるものの定着は困難だろうと、まあ、このような見立てです。グラフですが、これは日銀が、国債を無制限に買い取る制度であります、連続指し値オペ開始前っていうのは市場が織り込む10年金利の予想値を反映する OIS10 年金利と実際の日本の国債10年金利乖離がなかったですよね。ところが連続指し値オペの開始日以降は日銀が、国債金利の上限を、力ずくで押さえつけたので
市場機能が働かなくなって両者の乖離が広がっちゃったっていうのが今に至るところです。しかしですね、今後金融正常化がさらに進めば両者の乖離がなくなると考えられます。ただしマイナス金利解除を来年初頭の時点に織り込んだ現在の状態でも OIS10 年は 1% 程度までしか上昇してない点、まあ、1% ですね、 1% しか上昇してないということ、ここが重要なメッセージです。まあ、先ほど述べた通り来年の政策金利プラス化はハードルが高いことを踏まえると、当面の10年金利はまあ 1% 台前半がマックス、 1% 台定着はまだハードルが高いというふうな見立てです。で、日本の10年金利は来年にはあくまで理論値ですよ。これここまで行くって言ってるんじゃなくて理論値、金利って理論値で計算できるんですが、その理論値ベースでは最大 1.5% 程度までの上昇も、まあ、あり得ます。で、計算根拠はさっき言った潜在成長率の、これ 0.5% プラス、インフレ期待 2% 引くことの日銀の国債購入による金利押し下げ効果、これが 1% ということで 0.5 たす2引く1イコール 1.5% ということです。ただこれは繰り返しになりますが、あくまで理論値でありまして実現性は低いというふうに見ています。次のページです。で、なんで実現性が低いのかということをこのグラフで説明します。まあ、結論を先に言うと、アメリカの金利の低下が、日本の金利の上昇を抑制するんで理論値の 1.5% には届かないというものです。グラフは YCC 導入前、つまり日銀が、国債の金利を押さえつけ始める前と、その後、導入後の日米10年金利の相関関係を見たものです。 YCC 導入前は日米金利の相関は約8割と極めて高かった。で、 YCC 導入後は2割に低下したことが見て取れます。青い字で式書いてあるんですが、 R2乗みたいな形で書いてありますが、そこに 0.8397 って書いてありますが、これが何を意味しているかというと、当時の日本の金利はアメリカの金利の動きで8割説明できたっていうことが、この計算式からは見て取れるわけですね。今はどうかっていうと、たかだか 0.2、まあ、2割しか説明できないという話です。で、 YCC が仮に今後撤廃されたあとは日米金利の高い相関、まあ、8割アメリカの金利で日本の金利が説明できる世界が戻ってくる、そうなるとアメリカの金利の低下が日本の金利の上昇を抑制するという見立てになります。故に理論値 1.5% のハードルは高いという結論ですね。次のページ、ドル円です。これモーニングサテライトでさんざっぱら言った話で、日経新聞にもこれさんざっぱら取り上げられるようになっているんですが、なんかリーダーシップというか張本人としてはちょっとなんか流行りすぎちゃって、本当かなって思い始めたりしているところもあるんですけど、まあ、それを割引いて聞いていただければいいんですが、これアメリカの利上げ停止後はいわゆる円キャリートレード取引、これが活発化しやすいと。まあ、円キャリー取引ってなんじゃって言われると、実はすごく簡単な話で、安い金利の円を、ね、調達して高い金利のドルで運用する、そういうごくごく当たり前の話なんですが、なんかみんな難しく言いたがって円キャリー取引なんていう言い方をしますが、そういうことなんですね。で、アメリカの利上げ停止後は円キャリー取引が活発化しやすくて、僕は春先もう一回円安が来るだろうと思ってます。
今は調整の円高ですね。で春先に僕はなんか150円持って超えてきて、まあ望むべくは155円ぐらい春先に、やるんじゃないかなと思っている方です。でそこが年間のトップかなとは思っています。で年間ではやっぱり春先が円安ピークで、ただじゃあ円高になるのかって言われると、まあこれから説明しますが、140円を割って、130円割ってみたいな急激な円高にはならないと思います。だから為替で何かせえって言われたら、下がったら買う、下がったら買う、これを繰り返していけばいいなと僕は思ってます。だからドル円はあのなんか投資せえって言われたら僕は売っちゃいけないと思いますね。むしろ下がったら買う、下がったら米債米株買う。ごめんなさい、言い過ぎました。でグラフですけど、これが何を言ってるかというと、日米3ヶ月金利差をドル円のボラティリティで割った円キャリー取引指数、これ勝手に僕が使ったんですが、これはドットドル円の推移です。上方向は円キャリー取引が活性化しやすい、まあ言っちゃえば取引のチャンスで、特になんですが、これ企業秘密っちゃ企業秘密ですけども、公益にしちゃったんで言っちゃいますが、 0.6% は貿易っていうのは円安加速のトリガーにずっとなってきてるんですね。でグラフの左下に円キャリー取引指数の計算式を載せてますが、分子の日米3ヶ月金利差は現在 5.3%、 少なくともアメリカが利下げをするまでは 5% 超えを維持することが視野に入るので、分子はほぼ一定だと思っていいと思います。一方で利上げ停止後に分母のボラティリティ、つまり市場が考える、将来の変動幅ですね、これは低下が見込まれるので、円キャリー取引指数は計算式上先行き一段上昇する効果が高いので円安加速するというロジックです。で29ページです。で分母のボラティティはアメリカの利上げ打ち止め局面で低下する傾向があるというふうに申し上げましたが、それを見せるグラフです。でグラフはドル円の1ヶ月ものボラティティと FF レートです。で青いシャドウをかけているのが利上げ停止局面で、見ていただければ一目瞭然で、ボラティリティが赤い線が低下しているのが見て取れると思います。でこの先年内に利上げが打ち止めになると、金融政策の不透明感が後退する。だからボラティリティが低下するんですね。今までは、アメリカの金融政策の先行きが利上げするのか、どれぐらいするのか分からなかったわけですね。だから不透明感が強かったからボラティリティが上がったわけです。それがアメリカが利上げを止めたら、そこで不透明感は解消されるわけですね。だからボラティリティが低下するという話です。でこの場合、高水準の日米3ヶ月金利差と低水準のボラティリティの組み合わせで円キャリートレード指数は上昇する、だから円安加速というのが答えです。次のページです。日本からの対外直接投資も円安圧力になると見ています。まず左側のグラフなんですが、対外直接投資はこれトピックスにおよそ1年ほど遅れて推移する傾向があるんですね。好調な企業業績を受けた潤沢なキャッシュフローがありますから、これを原資にアメリカで EV とか半導体の生産設備投資が増加すると。だから日本企業は悲しいかな、技術力、特に半導体の製造メーカーを除いて設計とかの技術力はもう圧倒的に海外に負けてますから、でここを挽回するためには海外の技術を持った企業を買わなきゃいけないということで、 M&A のフローも円安を後押しするという見立てです。日本の年間の経常収支黒字、これ円高要因だというふうに
言う人多いんですが、これミスリードです。あまり言うと怒られてますがミスリードです。理由を説明しますと、例えば今年7月から9月期の対外直接投資額は年換算で 28.9 兆円の赤字だったんですね。日本から海外にお金が出ていっちゃった、だから赤字なんですが、つまり為替ではこれ円売り圧力だったんですね。これに対して円高圧力であります経常収支黒字 24.6 兆円です。差し引き4兆円の赤字なわけですね。つまり為替需給は円安圧力の方が強いことになります。これは構造的な円安圧力が来年も続くということを示唆しています。右グラフ、それの確認なんですが、対外直接投資とドル円の連動性、これ極めて高い。この先対外直接投資が増加した場合に為替需給の円安圧力になり続けるということです。から31ページです。日本からの対外株式投資も円安圧力になると見ています。グラフなんですが、これは日本の投資信託を通じた海外株と、9割がアメリカ株ですからね、海外株と国内株投資それぞれの累積売買高とドル円の関係を見たものです。海外株投資のうち、今申し上げた通り9割が米国株ですから、当然ドル円は海外株投資の増税基調に歩調を合わせて円安が進むと。来年1月からのNISA拡充で海外株投資が加速する公算が高いということで、為替需給からのドル円上昇にも寄与するだろうという話です。あとで詳しく述べますが、日本の家計の金融資産、今年の3月時点で約2000兆円ですね。このうち約 50% の約、1000兆円が現預金来年1月からのNISA拡充で、仮にこのうちの 1% でも海外株に投資されたとしたら、なんと10兆円の円売り圧力になります。これものすごい額ですね。日本の経常黒字が年間11兆円しかないわけですから、これ相当の円売り圧力になるポテンシャルがあるというお話です。33ページです。日本株ですが、これトピックスの追い風となるグラフの紹介ですね。過去を見ると、棒グラフ、グレーの棒グラフの輸出物価から輸入物価を引いた値、これがプラス化した場合、つまりゼロより上のところ、この時っていうのは、この局面というのはトピックスは上昇加速するという過去の傾向があります。企業にとってのコストに相当する輸入物価を海外での販売価格に相当する輸出物価が上回った状態っていうのは、企業収益の押し上げ要因になるということは言うまでもありません。実際2024年3月期の上場企業の純利益見通しは前期比プラス 13% と、9月時点の6% から2倍ぐらいに上振れているという、そういう話です。34ページです。日本株の最大の投資家であります外国人投資家の一段の日本株の買い越しには、企業の成長余地が高まっていることをデータで確認することが必要最低条件だと思います。つまり東証が打ち出した PBR 株価純資産倍率1倍割の是正ですね。 PBR を高めるためには ROE、ちょっと難しくなりますが自己資本利益率の改善が、これ必須条件です。 PBR を高めるためにそれなんでかっていうと、PBR の計算式って ROE×PR で導き出されるからですね。 PR、 これ株価収益率っていうのは市場が決めることなんですね。で、企業が自助努力でできるのは ROE、 自己資本利益率の向上のみです。
グラフなんですが、日本株が上昇基調を維持できるかどうかの鍵は、ROE が過去に全く超えることがなく跳ね返されてきた 10% の壁を超えることだと思います。で、それでなおかつ米国株の水準により近づくことができるかどうか、ここが肝です。僕は 10% 超えが達成するお膳立て、今年以降来年にかけて整ってきたなという感触を持っています。で、次のページで理由を説明します。はい、ROE 10% 超えを達成できるできないの分岐は、実は置かれた環境がデフレかインフレなのかなんですね。で、構造的な人手不足に根ざしたインフレの定着は、企業に賃上げ値上げに加えて株主還元、設備投資など、まあ、ために貯めた500兆円の内部留保の有効活用、つまり成長分野への投資を迫ることになります。この企業行動の変化が結果的に ROE を高めて株価押し上げに寄与すると見ています。他方で消費者は賃上げを背景に値上げを受け入れやすくなる。まあ、インフレが ROE 改善を後押ししやすくなったっていうふうな見立てです。で、次のページです。インフレが ROE 改善を後押ししやすい背景を具体例で確認したいと思います。グラフなんですが、こちら持続的な成長と企業価値を高めることを目指した、企業行動の指針でありますコーポレートガバナンスコードというのをあるんですが、これが導入された2015年、これ当時は明らかなるデフレの時代だったんですね。つまりこのグラフで見ると、グラフの赤線グラフで示した実質政策金利が、プラス時代だったんですね。ゼロより上だった。つまりこれはデフレ時代の象徴なんです。デフレ時代であれば企業による成長投資の金運は当然盛り上がりません。デフレ時代では何をしたらいいかというと、成長投資をしないで内部留保、つまり現金を貯め込んでおけばよかったからなんですね。このため企業が行動様式を抜本的に変革する機運に乏しかったので、2015年のコーポレートガバナンス改革は頓挫で、株価は失望して、反落。これに対して今局面のコーポレートガバナンス改革は、この赤い線が大幅なマイナス域で行われることになります。つまりこの意味っていうのはインフレ時代で行われるっていうことです。インフレ時代ではデフレ時代のようにいくら現金を企業が貯め込んでも当然お金の価値を減るばかりということなんで、現金貯めてもしょうがないから使えや使えっていう話です。つまり企業にしてみたら、成長投資をしないと企業収益は上げられない環境がインフレだということです。このためインフレ時代の企業ガバナンス改革、例えば PBR1 倍割れ是正に向けた機運というのは嫌がおうでも盛り上がりやすくなる。つまりインフレが ROE 改善を促して、結果として ROE×PER で導き出されるPBR が改善する1倍を超える素地が整ってきたので、外人が日本株をまた買いに来る、そうすると日本株が上がるというのが、示唆です。はい、37ページです。 PBR1 倍割れの是正への近道は、これ実はですね、自社株買いなんですね。今盛んに自社株買い企業がやり始めて、これは PBR1 倍を改善するためというのが一つの理由です。自社株買いを行うと純資産が減るので、 ROE 自己資本利益率の計算式の分母が減少するからなんですね。だから ROE が上昇して、 ROE×PR で算出される PBR を押し上げて、東証の1倍割れ是正の意向に近づける。グラフからは自社株買い発表数が、企業の発表数が増加すると海外投資家の日本株買いが増加する傾向が見て取れます。つまり海外投資家は PBR 改善を好感しているわけなんですね。例年これには季節性があります。11月と5月に自社株買い発表数がどんと増加します。
つまりそれぞれの月の1ヶ月前から該当月が株式投資のチャンスっていうふうな示唆になります。これ本当に11月初旬だったらこれ本当に素晴らしいチャートだったんですが、ちょっと12月初旬の開催になっちゃったんで、あれなんですけど、次のチャンスはこれのグラフで切り口にする限り、まあ、やっぱり4月に買うって話ですよね。まあ、今ポジションを持っている方は、まあ、そのままでいいと思いますが、まあ、次のチャンスは真っさらだったら次のチャンスは4月に買ってもいいんじゃないのっていうのは、この切り口からするとそういうことです。はい、大体まとめますね。1点目、アメリカの10年金利 5% 台はやっぱりオーバーシュート。こんなとこがあったら絶対買ってくる。アメリカの国債買ってハイテク株を買ういいチャンス。もうないと思うんですけど、 5% 台っていうと。でアメリカの景気っていうのは4クォーター以降、来年の初頭、1クォーターくらいですかね、にかけて景気減速がおそらく来るだろうということ。まあそれに向けて、ターゲットは 4% 割れですね。4% 割れ。で、2点目、アメリカの年内利上げ停止が視野に入ってきましたと。この場合、株価と債券投資にはポジティブです。で、3点目、来年の米国株は企業収益の改善と半導体サイクル、特に半導体サイクル底入れで上昇基調を予想します。で、4点目、日本の金利上昇目処は1% 台前半がせいぜい。で、来年は理論値 1.5% は視野には入るんですが、アメリカの金利低下によってそこまでは届かない。5点目、ドル円は円キャリー取引に加えて需給の円安、ここは忘れちゃいけない、需給の円安も手伝って基本は、円安気味に推移すると。大幅な円高はない。投資方針はドル円は下がったら買う。で、6点目、日本株は企業収益改善とインフレ定着が、株価上昇のカタリストだと、ストーリーだと、いうことです。はい、以上、私からのお話は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。IFA独立系ファイナンシャルアドバイザー、資産形成のアドバイスであなたのライフステージに寄り添います。金融のベストパートナーと新しい未来へ、ファーストパートナーズ。